小室哲哉プロデュースオーディションの裏側密着。日本を代表するトップアーティスト安室奈美恵を筆頭に MAX、SPEED、DAPUMP などスーパースターを次々と生み出してきたライジングプロダクションがこの夏全国規模のオーディションを開催。そしてスーパーバイザーとして招かれたのはあの大ヒットメーカー小室哲哉だった。可能性をいろいろ確かめられるような、あんまり今日ではいダメはい合格っていうのがあんまはっきりしないような、どれだけ可能性を見てあげられるかっていう、それが今回の一番の意図で。寄せられた応募総数はおよそ6万通にも及び、全国各地で熾烈な競争が繰り広げられた。そして8月25日都内のダンススタジオ、この日その全国オーディションを勝ち抜いた11組12名の少年少女たちが一堂に会した。下は10歳から上は22歳まで、その平均年齢はなんと 14.5 歳。翌日の最終審査に向け課題ダンスの振り付けを練習するために集められたのだ。慣れないダンスに戸惑いを隠せない参加者たち、それでも夢の舞台を前にステップにも熱が入る。歌って踊れる人になりたいです。かっこよくなりたい。自信はないけど頑張ります。そうですね、はい、タレントとして歌をやりたい。頑張ります。オーディション会場、明日この場所で小室哲哉に認められれば夢に一歩近づくことができる。そんな思いが彼女たちをステージへ駆り立てる。予選とは比べ物にならないほど広いステージを前に、新たな期待と不安が交錯する。誰からともなく課題ダンスの練習が始まった。唯一ダンスでここまで勝ち抜いてきた双子の中西姉妹を中心に今日のステップを確認する。本番は明日。しかし普段踊り慣れていない残りの者たちはなかなか振りを覚えることもできない。いつ終わるとも知れない練習。そんな中思わぬアクシデントが。明日のオーディションに備えての自主練習。その最中突然一人の少女が床に崩れ落ちた。中西姉妹の姉ミレー、無理な姿勢で体をひねり足の筋肉を痛めてしまったようだ。明日踊ってる時のとこ早くだな。ありがとうございます。大丈夫。明日のパフォーマンスに影響するかもしれない。不安な一夜が過ぎていった。8月26日、いよいよ最終審査の当日である。本番まであと数時間。中西姉妹の姿も見える。昨日痛めた足も一晩でなんとか回復したようだ。はい、大丈夫です。初めてプロの手でメイクをされ、緊張感がさらに増していく。その頃会場には次々と審査員が到着。事務所の先輩水木有沙、ダウンタウン浜田雅俊、ね、発掘というね。そして最後に現れたのがこのオーディションのスーパーバイザー小室哲哉である。張り詰める緊張感。全国オーディションの最終審査がいよいよ始まった。小室を中心に居並ぶ審査員、その後ろにはライジングプロダクション社長平氏の姿も見える。審査員たちが見守る中、一人目に登場したのは三浦亮介11歳、続いて中曽根優希12歳。彼女たちの細かな表情一つにまで小室の視線が飛ぶ。舞台上は11歳伊藤かなのパフォーマンス。
緊張が高まる。このプレッシャーをパワーに変えられた時、デビューの道が開かれる。伊藤かなさんでした。どうも、はい、どうもありがとうございました。中西姉妹、いよいよ出番だ。もう目の前真っ白真っ暗って感じ。ごめんね。いや、いいよ。いくつかミスはあった。しかしやるだけのことはやった。中西姉妹の暑い夏、あとは待つだけ。舞台のパフォーマンスは佐賀出身の諸熊美雪。わずかに声が震えている。それには訳があった。出番を待つ控え室、誰の声も耳に入らない彼女。昨日ずっと悩んでたんですよ、うん、何を。小室さんが何をするって思ったらすごいチャンスだな。すごい緊張。そして今、小室を前に歌う自分がいる。この曲、僕の曲なんで、仕事を僕考えちゃいました、うん、だけどもちろん、うん、プロっぽいですね、本当にね、うん、ねえ、うん、パフォーマンスを終えた諸熊の涙。小室さんの前で歌えたから嬉しかった。オーディションはさらに進む。14歳、姫野舞子。エントリーナンバー10。そして知花クララ、16歳。はい、知花クララさん。今朝、控え室で彼女の笑顔は見られなかった。前日のホテル、一睡もせずイメージトレーニングに励む彼女。デビューという大きな壁が若者たちに無言のプレッシャーを与える。今回の最年少、10歳の宮平愛。母親とマンツーマンで最後のおさらい。プレッシャーでその小さな体が押しつぶされそうだ。そして本番。10歳とは思えないパフォーマンス。参加者全員のパフォーマンスが終了し、審査員たちは別室へ。明日のスターを選ぶ最終審査がこれから行われる。ステージではゲストのザ・ファンプによるライブが始まった。審査は予想以上に難航しているようだ。全員が小室の言葉を待つ。あのアーティストの部分のには結構もうこう理解して歌ってるところだったんで、可能性はあると思います。運命の時が訪れようとしている。小室の言うアーティスティックな感性を持つ少女は一体誰なのか。いよいよ合格者が発表される。大切なのは今彼らが長時間に及ぶ審査の結果が発表される時が来た。夢の世界への切符を手にすることができるのは果たして誰なのか。大接戦でございました。それでは参りましょう。発表です。夢が叶った瞬間、突然のスポットライトに呆然とする2人。ちょとんとした顔してますね。素直に祝福する者、涙する者、さまざまな思いが交錯する。
応募総数6万人の中からたった2人のスターの卵を生み出し、オーディションは幕を閉じた。ステージを降りて初めて実感する喜び。おめでとう。頑張ってね。おめでとうございます。頑張ってください。ダパンプや水木有沙の祝福に思わず涙がこぼれる。ここにこのオーディションに来るだけで嬉しかったのに、お疲れ様でした。はい、覚えるのが本当に嬉しい。華やかな合格者の陰にいる不合格者たち、その間にあるのはわずかな一瞬の輝き。しかしそれがスターにとって絶対に必要な条件なのである。みんな頑張ってください。彼女たちの夢は終わったわけではない。さまざまなドラマを繰り返しながら彼女たちは成長していく。明日からもまたデビューへの階段を上り始めるだろう。そしてこの二人もまだスタートラインに立ったばかり。明日を夢見て。ねえ、慰めてましたけども、ねえ、あれどう見ててどうですか、やっぱり横で見てて。どうにもできないのがちょっとあれですね。ね、悲しかったですね。で、来てる子の気持ちわかるしね。自分たちもそうだったみたいなね。ともちゃんどうですか見てて。いやー、でも私もデビューするまでにオーディションって200以上受けましたからね。それで全部落とされて、それで小室さんと出会ってっていう形だったんで。はい、分からん思いますね。6万人で2人よ、国立競技場の中で2人選ぶんですよ。そうですよ。あのいっぱいの国立競技場の中で2人だけ選べて当たる方が珍しいですよね。というわけでね、2時間にわたって皆さんのデビュー映像、まあ、あのデビューの、ね、やり方があるもんですよ ね、いろんな方法で。でもね、デビューするまではまず一つの目標ですよ。そしてデビューしたら今度はそこで、まあ、あの曲ならヒットさす、お笑いなら売れることが一つの目標。そして今度売れたら今度はいつまで続かすか。そうですね、でも本当そうですよね。頑張りましょう本当にね。